シャドウズはイングランド出身のロックバンドである。1950年代から活動を開始し、歌手のクリフ・リチャードと組んだクリフ・リチャードザ・シャドウズとして、ビートルズが登場する前の1950年代後半から1960年代前半にかけてイギリスのポピュラー音楽シーンをリードした。その活動を通じて69曲をイギリスのヒットチャートに送り込んだ。 シャドウズは、エルビス・プレスリー、クリフ・リチャードに次いで、イギリスのヒットチャートで3番目に成功したグループで、ある。また、ビートルズ登場以前から早くも4ピースのバンド編成を確立したパイオニアであり、大西洋を挟んで、アメリカのザベンチャーズと対峙する存在でもあった。エレキギター・インストゥルメンタル音楽ではアメリカを除く、世界各国に絶大な影響を与え、トルコのエルシン、 コライ呼称している。ジョン・レノンは、タイムズのインタビューにおいて、シャドウズが登場するまで、イギリスには聞く価値のある音楽はなかった。と述べている。1958年、ニューキャッスルを本拠地にしていたレールローダーズのメンバーであったファンク・マービンとブルース・ウェルチ、ロンドンのザ・バイパーズ・スキッフルグループにいたジェット・ハリスと、トニー・ミーハンによって結成された。 当初はムーブイットのヒットにより急遽バックバンドが必要となったクリフ・リチャードのために作られたバンドであった。マービン、ウェルチのコンビはアメリカのポップス音楽にハリスとミーハンはジャズに影響を受けていた。後にジェリー・ローダン作のアパッチがイギリス、ヨーロッパ各国で大ヒットしたことをきっかけに クリフ・リチャードのバックバンドから独立したインストゥルメンタルバンドとして売り出されることになる。一方アメリカでは、シャドウズの多彩な音楽性を無視して、ザ・ベンチャーズ、サーファリスト同様にサーフサウンドのバンドとしてみなされ、ザ・シャドウズの・のサーフィン・ウィズ・ザ・シャドウズの2枚がアメリカとカナダでリリースされた。アルバムはアメリカでは全くヒットチャートにも、 ランクインされなかったがカナダではまずまずヒットした。シャドウズ側は自分たちがサーフバンドとくくられること自体拒絶していたにも、かかわらず強引にサーフバンドとレッテルをつけたアメリカのやり方に強い不満を持っていた様子である。ノリー・パラマーによると、ファーストスタジオアルバムの制作中にバンド内部に亀裂が入り、まずハリスが、続いてミーハンがバンドを去る。 ミーハンの後任として、元、クルー、カッツのブライアン・ベネットが、ハリスの後釜には、ブライアン・リコリス・ロッキングが加入。後に、リコリスは、脱退。後任として幾度かレコーディングにも関わっていた、ジョン・ポール・ジョーンズに参加を打診するが断られ、ジョン・ロスティルが加入。さらにはエルチが離脱した穴埋めとして、キーボード奏者のアラン・ホークショーが加入したが、シャドウズは1968年に、一旦解散する。 解散後、マービンとウェルチは、ジョン・ファーラーと共に、ボーカル入りのギタートリオ、マービン・ウェルチファーラーを結成。しかし、レコード売り上げも伸びず、ライブでは、観客からたびたび、シャドウズナンバーを要求されたことからブライアン・ベネットを呼び戻し、1973年に、シャドウズとして再スタートを切り、1990年の再解散まで活動した。2004年には、 再び再結成され、イギリス、ヨーロッパツアーを観光。2008年から2010年には、クリフ・リチャードと共にツアーを行った。グループの前身、ドリフターズは、クリフ・リチャードと、そのバックバンドとして結成された。ケンペイビ B、テリー・スマート、ノーマン・ミッチャム、イアン・サムウェル、ハリー・ウェップが創設メンバー。サムウェルは、ムーブ・イットを書いたが、プロデューサーのノーリー・パラマーの指示で、 レコーディングの際にはセッションミュージシャンが起用された。グループは ITV のプロデューサー、ジャック・グッドが担当する音楽番組、オーボーイへのレギュラー出演が決まり、パラマーはリチャードのマネージャージョニー・フォスターにより強力なギタリストを加入させるよう要請した。フォスターはトニー・シェリダンを新ギタリストの候補と考え、シェリダンのホームグラウンドである双方に構える。 ザニアイ、エスコーヒーバーへ出向いたが、そこでフォスターは、バディホリーのようなメガネをかけたギタリスト、ハンク・マービンを発見する。マービンは、ブルース・ウェルチと共に、学校のスキッフルバンドでプレイしていた。二人が参加していた、レール・ローダーズは、ロンドンで開かれる、タレントコンテストに参加するも、結果は、オペラシンガーが1位、ジャズバンドが2位。3位に終わったレール・ローダーズは解散。 マービンとウェルウチヌ二人は音楽で身を立てる決意でロンドンに泊まる。コンテストを主催した人物の行為によりフィンズベリーパークにある安宿を紹介され住むことになった二人は当時のロンドンにおいて R&R のメッカだったコーヒーバーに IS へ通い出し生活費を稼ぐため専属ミュージシャンとして演奏活動を開始する。ちょうど s に出向いていたハリー・ロジャー・ウェブと マネージャーのジョニー・ホスターは、ドリフターズの新ギタリスト候補と決めていた、トニー・シェリダンが店へ来るのを待っていた。しかし、約束の時間になっても一向に姿を現さなかった、シェリダンに大事業を煮やしたホスターは、折しもイエスの専属ミュージシャンとして出演し、リハーサルをしていた、マービンの演奏に目が留まり、彼に、ドリフターズへ加入してみないかと話を持ちかけたところ、マービンは、 ブルースと一緒ならと条件を出して、そのオファーを受けた。マービンはリードギター、ウェルチはリズムギターを担当することになり、イアン・サムウェルはベースに回され、やがてジェット・ハリスと交代した。ドラムのテディー・スマートは間もなく脱退し、ハリスの推薦によって、トニー・ミーハンが公認として加入。これでプロとしてのドリフターズのラインナップが完成した。グループは、 EMI プロデューサーのリー・パラマーの事務所に押しかけ、録音契約を取り付ける。リチャードのデビューアルバム、クリフは契約前だったので、ギャラはリチャード側からは出なかったと言われている。その後、リチャードと共にレコーディング活動を開始、1959年に2枚のシングル、フィーリン、ファイン、ドントビー・エイ・フール・ウィーズ・ラブ、ゼット・ブラック、ドレフティンをリリースした。 最初のシングルは、両面歌物、2枚目はインストゥルメンタルであった。いずれもチャートインはせず、続く3枚目の、サタデーダンス、ロンサム・ファラも振るわなかった。インストゥルメンタルの、チンチラは、クリフ・リチャードザ・ドリフターズ名義の EP、シリアス・チャージに収録された。アメリカで、フィーリン・ファインがリリースされた直後、アメリカの同名 R&B グループドリフターズから、 バンド名の件で訴訟を起こされる可能性が出てきたため、グループは急遽解明する必要に迫られた。2枚目のシングル、ジェットブラックは法的な深刻化を避けるため、緊急避難的に、ホーッツ名義でリリースした。ザ・シャドウズという名前は7月にマーピンとハリスがパブで飲んでいる時に、ハリスによって公案、採用された。1960年に、 ジェリーローダン作によるインストゥルメンタルナンバーアパッチをリリース5週間チャートのトップにランクされた続くワンダフルランドはアパッチよりさらに長い8週間ヒットチャートの1位になったシャドウズはリチャードとのコンビでさらにヒットを重ね7つのチャート入りシングルをリリースした1961年10月ドラムがミーハンからブライアン・ベネットに交代 1962年4月には、ジェット・ハリスが脱退し、ブライアン・ロッキングが公認に座った。ベネットとロッキングは、以前から、マーティーワイルドのバックバンド、ワイルド・キャッツのメンバーとして、ザ・ニアイ、エス・コーヒー・バーで一緒にプレイした中であった。このラインナップは18ヶ月末続き、ダンス・オン、フット・タッパーの2曲のナンバーワンヒットを含む7曲のチャートヒットを量産した。 1963年10月、ロッキングがエホバの承認の活動に専念するためだったい。バンドはまず一時期レコーディングセッションに協力したことがあったジョン・ポール・ジョーンズにアプローチしたがあっさり断られ、直ちにツアーで共演したジョン・ロスティルを口説き、ロッキングの後任として迎え入れる。このラインナップは、バンドの歴史上、最も長く続きまた最も革新的で、 彼らの高い志を反映した創作意欲と音楽性の幅を大きく広げた。しかし、良質なアルバムを制作した半面シングルヒットは減少した。1960年代には純粋な音楽活動以外にも活動の場を広げた。クリフ・リチャードが出演したいくつかの映画にも楽曲を提供した。 また彼ら自身も短編映画リズムグリーンに出演しサウンドトラックも担当した。また1964年にロンドンのパラディアムで上演されたパントマイム劇アラジンと魔法のランプに同じく1966年にパラディアムで上演されたシンデレラにメンバー全員が出演している。映画音楽にもエネルギーを注ぎ、1961年のヤングアンズでは 数曲の作曲にしか参加しなかった。ところが、1966年のマネーハンティング USA では、すべてがマービン・ウェルチ・ベネット、ロスティルのクレジットになっている。1967年、シャドウズのマービン・ウェルチ・ベネット、ロスティルで初来日公演が実現。非常に紳士的でスマートなステージは好評を博した。しかし、このラインアップは、 クリフ・リチャードとの共演、バンド単独両方のナンバーを収録した10周年、記念アルバムリリース後の1968年12月に事実上分裂解散する。シャドウズ結成以来一貫してマービンとコンビを組んできたウェルチが脱退し、バンドは致命的な打撃を被る。しかし、アルバム、シェーズ・オブ・ロックをリリースし、キーボードのアラン・ホークショーを サポートメンバーに迎え二度目の日本ツアーを観光した。ツアーで収録されたライブアルバムには10番街の殺人のロングバージョンが収められた。1968年12月 BBC1 からヨーロッパ全土に中継されたポップゴーザ 60S でのコンサートの生中継の模様が解散前の最後の仕事となった。1970年代前半マービンとエルチは 個性的なファルセットボイスとアレンジャーとしての才能を兼ね備えたオーストラリア出身のジョン・ファーラーを加えたトリマービン、ウェルチファーラーとして活動を始めた。彼らは2枚の秀逸なアルバムと数枚のシングルウェルチ抜きのマービンファーラーとしてアルバム1枚をリリースした。しかしライブでは観客から常にシャドウズのヒット曲を要求されマービンは シャドウズ再結成を決定。1973年に、マービン、ウェルチにギターボーカルのファーラーを加えて再結成した。再結成第一弾、ロッキング・ウィズ・カーリーリーズで、マービンはファズを使った新しいギターサウンドをフィーチャーしているほか、セカンドリードギタリストとしてファーラーをフィーチャーし、従来のアルバムとは異なったサウンドを実現している。 1975年、グループは、レビー・ビー・ザ・ワンを引っ下げて、ユーロビジョンソングコンテストに出場。当時のシャドウズは、決して最先端のバンドではなく、ユーロビジョンのイギリス国内予選である、ソング・フォー・ヨーロッパでの視聴者優送投票数は、ユーロビジョン史上最も低い数字だった。しかし、ストックホルムでの決勝では惜しくも優勝は、 逃したものの2位を獲得を新メンバーに迎えツアーを観光。シングル、Don't Cry for Me Argentina をトップ10に送り込んだ。ツアー終了後にモンクマンは脱退し、シャドウズのラインナップはマービン、ウェルチ、ベネットの3人となった。レコーディングやライブでは、クリフ・ホールとアラン・ジョーンズがサポートメンバーとして参加している。1980年には EMI からポリドールに移籍。 1980年代もグループは引き続き、レコーディングに、ライブにと、意欲的に活動した。この時代のアルバムは、収録曲のほぼ100%が新曲で占められた1984年に、発売のガーディアンエンジェルが、UK チャート98位と低迷した以外は、多くのアルバムが、ヒットチャートのトップ30入りし、特に1986年の、ムーンライトシャドウズは6位。 1987年のシンプリー・シャドウズは7位まで上昇し、いずれもプラチナアルバムを獲得。1985年、ベースのアラン・ジョーンズは交通事故のためプレイできなくなり、元プレーンソング、クリフ・リチャードバンド、サザン・コンフォートで活動してきたマーク・グリフィスが加入。1989年にはスティッピント・シャドウズでゴールドを獲得したほか、 EMI 時代のレパートリーを再録し、アットゼア、ベリーベストとしてリリースした。ありがとうございます。